少女は元凶の中で瞑想する。元凶を作る装置は趣味消しという。ある先駆者が2年前に彼女に渡した贈り物だ。そして瞑想を共にするのは、天命最強のバルキリーを象徴する武器。黒炎、それは危険で高潔な武器。生と死の力がその中で共存しながらも、決して混じり合うことはない。世間にある孤独と絆のように。武器の前の持ち主の名前は、セシリア・シャニアテ。5年前、旅の仲間の影響で、彼女はこの先輩に興味を持つようになった。数年後、主教は聖なる地と空の律者の来歴を彼女に教えた。その結果、いつからか、彼女は普段の任務で黒炎白火を使わなくなった。武器を使いこなせないわけではない。彼女の崩壊エネルギー耐性は非常に優れており、ランスを自在に扱うことができる。彼女が敵を甘く見ているわけでもない。事実、たとえ軽い手合わせでも、彼女は全力を出す。そういった形で、相手への尊重を表現する。もちろん、バルキリーたちの間で流れる縁起の悪い噂が原因でもない。確かに、黒炎白火の歴代の持ち主は、全員非業の死を遂げる。武器は所詮武器。どのような人であれ、戦場へ行けば死に直面する。何の武器を使うかは関係なく、戦術的な面も関係ない。いや、彼女の小さな迷いは、こういったマイナス要素に起因しているわけではなかった。むしろそれは最適な距離感を作り出し、神の鍵、黒炎白火を実践で使おうとするデュランダルを止めている。心の中で、彼女は何度も確認した。自分が本当に、あの風や詩のような、または歌や詩のような彼岸の境界に触れられているのかどうかを。それまでは、ビアンカ・デュランダル・アタチナは、元の持ち主からこの武器を借りているだけに過ぎない。訓練中に申し訳ありません、デュランダル様。ああ、リタ、どうしたんですか？一つ、変わった報告がございます。これは？ええ、それが関係のない一般事件をつなげました。ロンドンの地下鉄事故、ベオグラードの殺人事件、フランクフルトの金融事故、コルカタの失踪事件、ブルームフォンテインの放火事件。何のつながりもないように見えるこれらの事件の裏には、そういう変わった、崩壊と関係する手がかりがありました。それと、ベオグラードの殺人事件は警察の方が自ら連絡してくれましたが、残りの4件は天命に関わる方々が近くにいたからこそ、偶然手がかりに気づけたのです。ええ、報告書には、キングスクロス駅で列車追突事故が発生した際、バルキリー・スーサナが近隣で崩壊エネルギー探知機のアップグレード作業に協力していた。彼女は持ち歩いていた専門的な設備を使い、列車の残骸下にあった第二号証拠を発見した、と書いてありますね。事件で入手した手がかりは、すべて、戦闘1504研究所に提出し、分析を進めてもらいました。しかし不安なのは、所長の長光様のお話によりますと、報告書だけで5件もあるということは、確率をもとに計算すると、似たような事件がすでに500件、最悪の場合5000件が全世界で発生していると考えられる点です。
それはまるで伝染病みたいですね。ええ、長光様がおっしゃられるに、今私たちは全く新しい未知なる何かに直面しているのではないかということ。天命の各支部を動員し共同調査を始めないと、もっと厄介なことが起きるかもしれないと警告してくださいました。こういう時、主教様と連絡が取れたらいいんですが、主教様でしたら。いいえ、主教様の代理として私たちは私たちなりに最善を尽くすしかありません。何かいい案はありますか？まずはできるだけ長光さんに協力しましょう。私たちは専門家ではありません。だからこそ研究所の判断が必要になってきます。それから関連データと進捗を全部ヨルムンガンドとネゲントロピーに共有しましょう。何もかも隠さずに。ヨルムンガンドとは現在同盟を結んでいますので問題はないと思いますが、ネゲントロピーの方は。もし主教様がこの場にいたとしたら、きっと私たちを阻止するでしょう。しかし私たちは主教様ではありません。あの方のように何でも見通すことはできませんし、独断専行するわけにもいきません。ですから主教様のやり方を真似することには何の意味もありません。あの方が戻ってくるまで私たちは私たちのやり方で崩壊と戦わないと。かしこまりました。情報共有に関しては琥珀様と共に進めます。こちらはまだ午前中ですが、時差を考えるとシュレーディンガー博士の友人たちはもうすぐ眠れない夜を迎えることでしょう。